はい、じゃあ、はい、低いだけど、1480ぐらいですか。大きいのもそれぐらいですか。そうですね。1480ぐらい。1600ぐらいありました。1600ぐらい。それがすごい。ちょっと発情期でちょっとやってたんですか。はい、それが全然できたので、そこまでやるね。うん、どこにさ、ブツブツがあるの前で。写真とか撮ってあるんですけど、背中、毛刈ってあるところとか、あと耳か右耳の後ろぐらいとか首とか、そのさ前さその病院かかった時、はい、でなんかお薬とかもらった。あ、もらってないです。大丈夫じゃないかなって言われて、何にもないから。あ、概要もない。はい、はい、薬も何ももらってない。これ前行った時にさ、椅子のスプレーとかティーツロイドスプレーってもらってないですか。もらってないです。ほんとだ。左手に結構大きいのがあるんです。左手のこっちの前ですよ。もうちょっと、ね、ここにありますね。あ、そうですね。他に気がつくと思って。あ、ちょっと写真撮ってやる。ちょっと写真撮ってください。ちょっとさ、エアコン止めて。暑い。何度になってんだろうね。20ですよ。うん、止めて。ここね。よいしょ。ちょっとさ、あの、カビの検査してます。ケッケッケ抜いてもらってます。あの、この前、もう抜いちゃってたんで気になって、ちょっと、自分でハサミでカットしちゃって、ね、そこまでしっかりしてこすってもらっとっただけで。あ、ほんと前回は、まあ、ちょっと、もう検査します。はい、手をちょっとさ、数本抜かさせてもらいます。はい、ちょっと皮してるからさ、あの皮膚市場検査、人間ネズミ、水虫、サムシ、そういった可能性がありますよね。で、これはあのその真菌培養、要はカビの培養するので、まあ1週間から2週間で結構、この後では出ません。頑張る。
すいません、一番最初に見つけたのはどこなんですか？やっぱり首元のこの毛抜いてるところですね。あ、背中の？背中の、うん、そことちょっと手とやるか。これは毛を刈ったんですか？ハサミで、あの見えやすいようにと思って、ああなるほど、ね、しちゃったんですけど、ここ6個ぐらいあるんです。左のさ、ところか、左だったり、左の手だったり、よし、このままでいけない、いよっ、ごめんね、あった、ここだよね、刺激度少ない商品になります。で、これをちょっと後で作り方言いますけど、10倍で水に薄めるとこれです。で、それをこのこういうところに、やっているところに全部、だから耳の中には入らないように、はい、耳は拭いてあげた方がいいですか？あ、拭いてもいいですよ。拭くんだったらちょっとこういう綿に染み出せといて、ここだけは拭いた方がいいかもしれない。ソニアさん、それと生地のバリア機能を高めるために、あの取材と、ちょっと説明しますけど、T2 用率を出しますけど、これもさ、まとめてやったら楽だから、もう一個ボトル用意しておいて半々でブレンドしてやる。それでさっきのところは一回さ、拭き取ってください。想像でしたら。そんで、これは他にも飛んじゃうから、一回話して、全部。はい、漫才。全部。ごめんね。それ、ごめんね。ちょっと構わない、噛んでる。ちょっと待ってください。あれ、どうした？ちょうだい。新しい？どっちでもいいよ。で今の場所と全体的に、はい、はい、赤い光をちょっと体全体的に当てます。はい、近赤外線という赤い光で、これはもともと人間用でね、骨格系の疾患には慢性等、首が痛い、腰が痛い、そういうところに当てて血流を良くして炎症を沈めて痛みがある。あと皮膚疾患、皮膚病ですね、それからあと傷、外耳炎、口内炎、そういうところに当てて、やっぱ血流を良くして状態を良くする。まああとその他ではよくあるのは、あのこういったちっちゃい子たちは、子供からちっちゃくないけど食べないと、ね、お腹に当てて血流を薬に強くしたり、血流が苦しいと胸に当てたりします。ちょっとこれをちょっと1分、もう2分やろ、これね、食べます。それから続いて
じゃあ、あとちょっとお話しするから、一回その寺の確認しましょう。お話ししましょう。この上ちょっとサッと拭いて、そのして拭いて、これアルコールとさっきのビールこのラベルでさ、拭いたらさ、はい、名前つけて、はい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 、じゃあちょっとね、椅子並べて座ってください。